スノーマン深澤辰也、乃木坂46斉藤飛鳥卒婚の余韻浸り中バナナマンから勉強、進められる、僕もやっぱりアイドルとして。モデルプレスイコール2023年5月20日。スノーマンの深澤辰也が19日、お笑いコンビバナナマン、設楽統、日村勇紀がパーソナリティを務める TBS ラジオ、ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド、25時にゲスト出演。乃木坂46を交えたトークにツッコミを連発する場面があった。深澤辰也、勉強しないといけないところはありますね。グループの3枚目のアルバム、I Do Me をバナナマンの2人に手渡し、初のドームツアーを開催することを伝えた深澤。すると2人は、ドームはすごいね、と称賛した上で、乃木坂46とかやってるの、と乃木坂46の名前を挙げコメント。18日、乃木坂46が東京ドームにて開催していた、斉藤飛鳥卒業コンサート、17日から18日開催、に設楽が参戦していたことから名前が挙がったと説明し、言った、と深澤に尋ねると、いやいや、僕は仕事してましたね、笑。僕は行けてないです、とまさかの質問に笑いながら返答した。